よろしくお願いします。中村太一です。今日はスーツで参りまして、これ実際に対局で着ているものです。そしてカバンも持ってきました。これも実際対局で私は使っているものなんですけど、この中身を今日はご紹介したいと思います。動画中継などで棋士の持ち物最近取り上げられる機会も多いんですけど、この中身まではねご紹介する機会なかったと思いますので、見ていただけたらと思います。こちらが私が対局で使用しているグッズになります。はい、一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちらです。棋士にとって欠かせないと言ってもいい扇子ですね。こちら私がよく対局で使っているのはこの扇子です。ちょっと本当に使っているのでだいぶ古くなってきてしまったんですが、うちの師匠の米長邦夫のこの記号してある字はですね、左馬ですね、馬を逆に書いてですね、縁起のいい文字とされております。この対局中こう暑い時歩いたり、あとよくパチパチこうやってやって、リズムをとって思考を整えるっていう感じでやってます。自分の好きな文字だったり、あと自分で書いた扇子を使っている方もいらっしゃいますね。でちなみにこの扇子袋は祖母に作ってもらった扇子袋です。大事にしてます。じゃあ次はこれかな。はい、チョコレート効果ですね。やっぱり対局中甘いものが欲しくなってですね、タイトル戦とかだとおやつタイムがあったりするんですけど、普段の対局では自分で持参していくことが多くてですね、私はチョコが好きなのでこの 72% のカカオのやつを食べてます。前はもっとカカオ のパーセントが高いものを食べてたんですけど、 90% 以上のだとちょっと苦すぎてですね、なんか修行してるみたいな感じになっちゃうので、 72% ぐらいが一番美味しく食べられるかなと思ってこれを調合してます。で次はじゃあこれかな、フリスクです。やっぱり、ね、眠くなっちゃった時とかちょっと頭すっきりさせたいなっていう時には便利なものですよね。これは本当にしょっちゅう食べてます。美味しいです。これはグレープ味ですね。最近この味に凝ってます。次はこちらです。これは E3 というドリンクなんですけど、これブレインスポーツドリンクですね。e スポーツプレイヤーの方と共同開発された頭脳労働者のためのドリンクなんですけど、カフェインとかブドウ糖が入っていて、これを飲むとですね頭がすごい冴える気がします。飲み味もですねすっきりしていてとても飲みやすいので、これを大体、勝負どころを迎える 1,2 時間ぐらい前にね飲んで集中力を高めております。では次、こちらにしましょう。はい、これですね、サーモスなんですけど、これいただき物なんですけど、これ蓋もついてですね、対局中、長時間にわたること多いんですけど、これだと蓋ができるので、衛生面でも気にしなくても大丈夫ですし、保温性も優れているので、これからの時期とか重宝するかなというふうに思ってます。はい、次ハンカチと、あとこれオイルなんですけど、これはですねローズマリーの香りで、こういう香りを嗅ぐとですね集中力が高まるというふうに聞いたことがあるので、これを数滴垂らして匂い嗅いだりしてます。あと柑橘系のものとか嗅いでリラックスしたりとか、ちょっと対局中席を外してこれやっております。なんかちょっとだけ気分が変わる気がしますね。リフレッシュできます。であとはこれですかね。もうだいぶもう残りわずかになっちゃってますけど、これは汗拭きシートですね。汗かいた時とかにこれで顔を拭いてます。であとはこれリップクリームなんですけど、これはリップクリームで佐藤天彦九段がとても有名でして、対局中リップクリーム塗る棋士多いんですけど、なんでなんですかね、口が乾くというわけでもないんですけど、なんかこうお守り代わりに持っているアイテムになるかなと思います。対局前と対局終了する間際、投了間際とかに塗る人が多いですかね。僕もこれ持ってます。
ゃあ次がこれですね、目薬です。V ロートプレミアム、これあの騎士ですね、あのこれいただきまして、騎士全員か、騎士ロートさんからいただきまして、あの使わせていただいております。あのこれもやっぱり目がね、疲れちゃいますから、対局してるとこれを使ってすっきりして、で対局させていただいております。ありがとうございます。で、あとはこれですね、まあスヌーピーのやつなんですけど、この中には薬類が入っております。頭痛くなったりしても大丈夫なように一応持ってます。最後がお財布です。これお札入れと小銭入れ分けておりまして、普段使っているものとは違うものです。騎士はですね、対局中食事するんですけど、食事は自分で注文してお金出すんですね。で食事係の人が来てくださるんですけど、その時にじゃあ長財布からお札出して食事注文しております。で小銭入れはですね、将棋会館の2階に自動販売機があるんですけど、そちらでこの小銭入れ持ってって自分で買って、で飲み物を飲むという感じでやっております。であとこの着ているスーツなんですけど、これも一応対局用のスーツでして、これマッキントッシュフィロソフィーのトロッターっていうやつなんですけど、すごく着心地が良いのとですね、あと洗えるんですね、洗濯機で。それがなんかすごい魅力的だなというふうに思って、毎回クリーニング出すの大変なので、対局週1回ぐらいのペースでありますけれども、こういうの何着か買って、着回しております。ちょっと今お見せしづらいんですけど、ズボンがですね、こう対局用のスーツは緩めに作っておりまして、やっぱり騎士は正座して対局指すので、きついタイトめなズボンだとですね、すぐ足がしびれちゃったり痛くなってしまったりするんですね。なので対局用のは、少しゆったりめに作っております。以上が対局の騎士の持ち物になります。騎士それぞれ持ち物全然違ってですね、私はこんな感じなんですけど、他の人はまた違うものを持っているかと思いますので、そのあたりも注目してこれから対局見ていただけたらなというふうに思います。はい、先生ありがとうございます。こんなに騎士の先生方は持ち物を持っていらっしゃるんですね。はい、そうですね、もっと多い人もいて、手提げ袋何個も持ってきている人もいますし、それぞれですね。なんか朝ルーティーンとかってあったりするんですか、対局前の。対局開始はだいたい10時からが多いんですけど、2時間か3時間前には起きるようにしてまして、朝ごはんはしっかり食べるようにしてます。僕は、バナナとカロリーメイトを食べることが多いですね。で朝電車で移動するときは詰将棋を解きながら移動したり、あと携帯の将棋中継とか見ながら移動して、ちょっと頭を働かせる準備してます。というのも最近の将棋は序盤からいきなり戦いが起きることが多くてですね、午前中から勝負どころを迎えることが多いので、そういうところでこう立ち遅れないようにっていうのは気をつけてるところですかね。ありがとうございます。以上、騎士の持ち物を紹介させていただきました。この動画がいいと思ってくださった方はチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。